皆さんこんにちは。非常識な人生を楽しむご機嫌高コロクの時間がやってまいりました。本日のテーマは真面目に不真面目をするというテーマについてお話をしてみたいと思います。実はですね、この動画を撮っている日っていうのは、ここ3日間ですね、ちょっと札幌の方に行ってまいりまして、札幌のクライアントさんにも、セッションで、もう1年ぶりぐらいなんですけど、めったに行けないので、行っていろいろ話をして、それはそれで楽しかったんですけれども、一番のメイン の、 用事は、リゾートセッションといって、私はこちらの、ビジネス、セッションコンサルティングの中の一つに、ちょっと本人がねご希望される場合においては、こういったルノルマンカードというカードリーディングで、ご本人が無意識的に望んでいる方向性を可視化して読み解くっていう、カウンセリングとかコーチングセッションみたいなのをやっているんですね。でそれを、教えてくださった方がいらっしゃってですね、でその方が札幌にいてるので、札幌で、そういったキャンペーンみたいなね、リゾートセッションをやりますみたいな形だったんで、何かの節目とか、世の中の流れが変わる時とか、あと自分の体制が変わる時とか、そういう時とかに節目節目で、見てもらったりしてるんですね。でそれは自信がないからとか困ってるからっていうよりは、よりこうクリエイティブなアイデアが欲しかったり、今自分はこう考えていてそう進んでいるんだけれども、何かもう一つエッセンスとかがあると、また違った考え方ができるかもしれないなっていう、欲張りな感じなんですけど、欲張りなこう自分の思考の器を広げる、それを見てもらうためにたまにやってもらってます。今回すごい久しぶり、どれぐらいぶりだろう、 2年ぶりぐらいかな、結構お久しぶりに見ていただきました。コンサルタントとクライアントの関係もそうなんですけど、自分のことを自分で把握するのって難しいんですよね。で私は私なりきに自分も分析するし、自分で進んでいけるようにって迷うっていうのはほとんどない、瞬足秒殺で話をパッパッパッパ決めていくので、それはないんです。だけれども、だからさっき言ったように欲張りですね。自分の頭の中で思いつくことは自分の中でしか思いつかないことなんですね。でそれを人のこう脳がですね持っているエッセンスと、私の中にある潜在的に自分がもう暗黙知として知っている内容をミックスしたアイディアっていうのは、面白い発想があったり、例えば事業でいうと大きくドーンって伸びるような自分の思いつかないところからのアイディアが降ってくるの で人生、自分の人生設計においてもこう思いもよらない角度からのアイディアが、それが現実化するふうにパッと自分がそれを標準を定めることができると動いていくことができるんですね。ですのでそういう刺激が欲しくてですね、たまにやってるんですよ。それで今回の場合には直感で私は大概動くんですけれども、その札幌3日間っていうのは、珍しく一人の生徒さんが違う日にセッションを動かしていただければ、セミナーとかではなかったのでいけるなと思って、お願いしたら違う日で大丈夫ですよっていうことだったので、それでセッションの方に、させていただく、セッションをそちらにさせていただいて札幌に行けることになったので、もう思い立って、すぐに予約を取って飛行機で3日間行ってきて、でど真ん中の日の1日終日が、セッションだったり、いろんなところに行ったりとか、神社の、周りとか、いろいろ素敵なハプニングとかいろんな人に会えて、非常に楽しい有意義な時間だったんですけれども、その時にその私のね、鏡になって、話を聞いてくれた小宮ベーカー純子さんって方がいらっしゃるんですけれども、通称ジュジュさんって言って私たち呼んでるんですが、彼女がこう私のことをね評して、高子さんは真面目よねとかって言って、真面目っていうのが、確かにやることはやるし、きっちりと計画通りある程度ねビジネス脳の人なんでやっていくんですけれども、
たまには不真面目になんなきゃダメよとか言って言って、いや今日この一日ってすっごく久しぶりにフリーでお任せで私の時間を全部お任せして渡しちゃうっていう日ってほとんどないので、すごい久しぶりですよこういう時間の過ごし方みたいなね話をしたら、なんかクスクス笑われて、真面目に不真面目をするのねって言われたんですよ。真面目に不真面目だから、不真面目をするって決めて不真面目をするみたいな、確かにこの時間からこの時間は不真面目な時間をお渡しするみたいな、 お預けするみたいな、そういう感じで、まあ、委ねる、まあ、そういう何て言うのかな、流れに身を任せるっていう、普段やらない全部計画通りきっちりやっていくタイプなので、たまにはこういうその逆の方に振ってみたくなる時があるんですよ。で例えばそうですね、エピソードで言うと、まあそうですね、彼氏とか恋人とかが仮にいたとしてもですね、まあ自分も決めるの別に嫌いじゃないし、お任せされれば作ってしまう、やっぱプランナー根性というか、旅行会社とかね、住宅の方とかもやってて、作っていくっていうのがもともと好きだし、それで喜んでもらえるっていうのが好きなんで、お任せされれば全部プランニングしちゃうんですよ。だからそれを逆に委ねて楽ができるっていうのは、まあまあそれはそれでなかなか楽しい感じなんで、今回はそれをお願いしてもきっといいようにしてくれるだろうっていう、まあ、信頼感があったんでお願いをしたんですけどね。でその話に、まあ、象徴されることが、まあ、そのカードリーディングの中にもやはり出てきていてですね、まあ、私が読んでほしいというふうにねお願いしたのが、現状こういう現状でビジネスを回していて計画通り進んでいるし、拡大の準備とか来期に向かってさらに大きくしていく、流れとかもできているし、それも自分もできると思っている。で そのこと自体は前に言われた時も、大概私は望んだようにそういうふうに進んでいくとできる人だっていう流れをもともと持っている人なので、そのまま思った通り突き進めば現実がそのままできるようになりますって前にも言われてたことがあって、まさにその通りでできていってるんですよ。だけれどもさらに何かこう自分がまだ分かってない、思いついてない何か面白いいいアイディア、クリエイティビティがもう一つ二つ欲しいみたいなことを言って読んでもらったんです。そして出てきた答えがですね、遊びだったんですよ。で私、遊びと仕事の境界線をなく仕事を楽しくやるタイプということで、自他ともに認めるというか自覚はしてるんです。やることはやるし、ルーティーンはやるんです。だけれどもそのルーティーンの中に、当然自動化っていうことを私はすごく進めているので、集客の自動化と収益の自動化、そこが今すごくしっかり構築できているので、その歯車が回るようにちゃんとこう構築できてきてるんですね。となるとそこにはこうハプニングとかアクシデントとか突発性とかっていうのがなく、儲かっていくのはいいんだけど綺麗に回っていっちゃうんですね。で仕組み化しようと思ってるんでそれは全然構わないんですけど、多分私のまあ考え方とかお仕事の仕方っていうのは、まあ、右脳と左脳をバランスを取りながらやっていくわけなので、そのバランスを取っていく部分で、その左脳の方はロジカルに仕事バリバリっていうものがあって、右脳の方はクリエイティビティ、まあ、それが音楽であったりとか写真であったりとかデザインアートの方を両方まあ統合しながら生きていってるわけなんですけど、仕組み化をしすぎて、ここのね遊びのその余力余地っていうか、まあ、ちょっとね空白みたいなスペースを作るのを忘れていたなと。でその忘れちゃった要因っていうのはやっぱりねコロナなんですよ。でコロナがきっかけで、全てオンライン化にして、例えば移動とかもしなくなったり各地に動かなくなった分、交通費ももちろん浮きましたけれども、交通に乗ってる時間ですね、その新幹線とかいろんな飛行機とかで、その時間も浮いた分、その時間も全部普通にセッションとかセミナーとかどんどん入れ込んでっちゃったんですよね。だからいわゆる遊びとか余裕の部分を作ればよかったんだけど、
皆さんもね結構混乱していた時期だったので、とにかくそれを前に向かって進んでもらうように面談をなるべく多くして、すごいいっぱいこう動いてっていうので、もうギッチギチにスケジュールで組んじゃってたんですよ。で、割と体力も持っちゃう方だし、精神力でこう動かしていくのが割と得意なので、いけちゃってたんですよね。で、多分自分の中のこう根底にあるところの、その自由さとか、ね、非常識とか言ってる割にあんま非常識じゃないよねっていうところはあったんですけど、自由さ、ハプニング、楽しいこととか、そうイベントとか、そういうのを追いかけていながら仕事をするっていう、このスタンスで私は保っていった、自分のねこう全体バランスを保っていたのが、それが多分崩れつつあったのを自分に警鐘を鳴らしたくて、わざわざですねセッションのために北海道に行って、移動とお金と全部かけて、でもそれでも行く価値があると思ったし、行くべきだと思ったんで行って、結果もちろん良かったんですけど、何が良かったかって、真面目に不真面目をするっていう、ところはあるんですけども、ハプニングとか予期せぬことを楽しむ余力とか、あとやっぱ遊びの部分ですね、それを積極的に取り入れていこうとだから真面目に不真面目しちゃう人なんですけども、これは性質だからしょうがない。だけど、ちょっと余力が少なかったな、バッファーをもうちょっと持とうとか、そこそこ動くんですけれども、動きが制限されてる中でも受けることっていうのはあるので、ちょっとね遊び要素をねもう少し増やそうかなっていうふうに思ったのが、今回の旅で一番気づいたことなんです。で、これっていうのは特に私が大事にしているバランスっていうもので、どっちかにやっぱり寄りすぎると破綻するんですね、いろんなことが。で、バランスっていうのは本当に世の中でうまくできていて、私の場合にはそのバリバリの左脳系のビジネスのバランスと、あとクリエイティビティのバランス、これが両方取れてるっていうことが割といい感じになるので、あまりこっちに行き過ぎちゃうと、こうここがなくなってくるとやっぱり疲弊してくるんだな、気づいてないんですけどっていうのがあって、だからお金はもちろんないよりは絶対にあった方がいいし、お金が儲かるっていう状態、お金がどんどん入ってくるっていうのは嬉しいですけれども、やっぱそれだけではダメなんだなっていうことです。だからものすごくお金がたくさんあっても不幸せな人っているじゃないですか。だからもちろん額はね少ないより大きい方がいいんですけど、そればかり追いかけすぎるとやっぱ心が疲弊するから、私はその稼いだねお金とかも、例えばサックスライブとかそういうところにお金使ったりとかですね、クリエイティブ、今度はね家の改装とかやるんですけど、それもちょっとクリエイティビティな作業なんで、そこにどうお金入れるとか、なんかそういう使い方をしたいなと思ってて、で一応コロナもね明けることを想定しています。1年ぐらいはダメかもしれないけれども、そうするとまた対面とかがね戻ってくるようになるので、オンラインは進めていきます。だけれども対面が戻ってきた時には、また対面とかでもセミナーとかも自宅で開催できるような、こう皆さんがね居心地いいようなちょっと楽しいお仕事空間にしようかなと思って、はい、いろいろ構想と妄想を練ってるので楽しみにしててくださいなんで、そういうバランスなんですね。で、キーワードが重要とかバランスっていうのを改めて考えた時に思うと、振り子の現象をね違う人にも話をしたんですけど、振り子っていうのは、ね、こっちの幅とこっちの幅が大きいと、その分の揺り戻しがやっぱり大きくなるので、人間関係も事業も売り上げも、割とそういうところがあるよねっていうのをふと思い出したんです。その中央ってことをバランスを考えた時に、で私はなるべく感情の振り幅が、少ないようにねコントロールはしているんですけど、もちろん感動したり嬉しかったり喜んだりっていうのは、泣いたりもするし笑ったりもします。で、特に人間関係においてはですね、密度が濃い状態を短期間に過ごすと別れの時期も早くなるっていう傾向がやっぱりあるん
ですよね。それが恋人であっても友人であってもその友達とかでも、それが自分が寄っていくのか相手が寄ってきてくれるのかっていう、そのどっちがどっちっていうのは構わなくて、お互いに引き合っちゃう時とかもあるんですけども、その時にやっぱ楽しいし一緒にいたいし、すごく密度をね濃く一緒にいるとするじゃないですか。多分だからそれが多分人間にセットされてる飽きっていう現象に近いのかもしれないんだけど、相手のことが好き、もっと知りたい、密度濃くいる、そこにいるっていう風にすると、その濃度が濃くなればなるほど別れの時期が早くなるイメージです。で、ちなみにうちの旦那とは26年ね一緒にいてるんですけど、長く続いてる理由は多分ですね、私がもちろんフルタイムで働いてた時期も20年会社にやってて、長くって1日に2時間とか3時間とかしか会ってなかったり、週末ももともと過ごしたい過ごし方が別々なので、私はもう結構出好きであちこち行ったりいろんな人に会うのが好きなんですけど、彼はどちらかというとインナー家に行ってそれこそゲームやってたりとか、まあ、そういうこうそんなにガツガツ外に動かないお家好きな人なんで、まあ別にそれでいいので、じゃあ無理やり私に付き合ってとかも言わないし、無理やりじゃあ私も一緒にいようって、そうですね、結婚して5年ぐらいはなんか合わせたり合わせなかったりとかっていうのもしてましたけれども、そういう時期があったけれども、まあやっぱね長く続いてるのは薄く長く細く信頼関係の上において、まあ付き合ってるからいけてんのかなみたいな、そんな感じですね。だからこう何て言うのかな、密度を濃くその人と一緒にいたいっていうのも、なんかねブレーキをかけながらちょっといるのもいいのかなってちょっと思ったりとかして、長く続く方が私的にはいい。だから感情がこう上がってこう落ちるっていうよりは、こういう感じでこういう雰囲気、まあそれでも恋みたいな状態になっちゃうと難しいんですけどね。でこれは授業の成長のさせ方も、私基本的にこういうさせ方をずっと今までもしてきてるので、こういうことはあまりやってないんですよね。まあもしかしたら今後やるようなことをするのかもしれないんだけれども、急成長させると必ずその反動と歪みが来るのは知っているので、よくたくさん見てきてます。こういうふうにガーンって上がってストーンって落ちる人とかで、こういうふうにね登っていってる人って安心なんですよ。地盤が固まってるから、ちょっとずつ増えていってるバッファーを調整しながら増やしていってるので割と安心なんですけど、こう1年でガーッと上がる人で1年で落ちて消えてったっていう人も結構いっぱいいるので、売上の作り方っていうのも振り子の原則ですね、この振り幅が大きすぎないように調整をかけながら自分の身の丈を知りながら少しずつキャパシティ増やしていくがいいのかなっていう感じです。だから例えばね、今巷に今いろいろな手法とか集客手法とか現れていて、ゼロからね1ヶ月で月商100万になりましたみたいなのとかもよく出ていて、私はそこにあんまり興味がないのであれなんですけど、地道に、基盤作りながら稼いでいく方が売り上げが落ちないっていうのを知っているので、そこはまあ どうでもいいっちゃどうでもいいんですけれども、そこをやっぱりフォーカスする人っていうのは、私がねその後その人をねウォッチングしてて、まあ3年とか4年とかで消えていったりとか、違う仕事をしちゃってたりとか、まあいろいろですね。はい、ですから細く長く続いてる人はやっぱり地味にコツコツ上がってってるタイプの人が多いなっていう印象があります。なので私は例えば仕事の方がガーッとこう詰まってくると、きっとそれをブレーキをかけるわけじゃないんだけれども、余力を作んなさいよみたいな継承で遊びっていう要素を入れていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思ったんで、まあ、今回の札幌はそれに気づいてよかったなっていう感じ。まあ、後半はハロウィンパーティーとかクリスマスパーティーとかですね、まあ、オンラインもやりますけれども、まあ、オフラインもね、気をつけながら、感染に気をつけながらもやってはいくんですが、やっぱりそういうイベントとか遊びの要素っていうのも私の
一つのキャラクターの一部なんで、まあ、そこはねやっぱりやっていこうというふうに思っているので、ご機嫌に日々が過ごせるような、まあ、そんな仕事ライフスタイルでいきたいなっていうのを改めて実感した札幌の旅でした。はい、皆さんもね、今もし自分が疲弊しているんだったら、それを、まあ、どんな風にね楽しくご機嫌に過ごせるかっていうのを、お仕事とはまたちょっとね違う観点で考えてみるのも悪くないんじゃないかなっていうふうに思った次第でございます。それでは。